大川栄治は、群馬県桐生市出身の実業家、美術品収集家。大川美術館創設者、初代館長。群馬県桐生市生まれ、実家は畳屋であった。桐生高等工業学校染色科学科卒業。1946年、三井物産入社。1969年、株式会社大英へ移り、副社長を経て1976年に、 丸越株式会社代表取締役社長。1981年、株式会社大英取締役副社長、株式会社大栄 OMC 代表取締役会長。中内社長付きの部長という肩書きで、新店舗開発など最前線で指揮を取り、急成長する大英を、影から支えた。1990年、大英を退職。若い頃から芸術に、 興味のあり、1949年から52年にかけて肺結核のための入院療養の間、画家が描いた週刊誌の表紙を収集し、これが後の美術作品コレクションの原点となった。株などで増やした資産で積極的にメ画ガを買い増し、自己のコレクションを充実させていった。特にピカソ、レオといった巨匠のみではなく、国内の若い画家の作品も、 積極的に収集した。実業界を引退後、1986年、愛媛県大地郡玉川町の玉川、近代美術館会館に協力、1988年には、小さな町に美術館をという構想のもと、故郷の桐生市水道山の中原にあった第一、還元社員寮を改築し、大川美術館を開館、理事長兼館長に就任した。 1988年、玉川近代美術館美術館名誉館長。1995年、群馬県総合表彰。2005年、群馬県文化功労賞。2008年、大道脈弁狭窄症のため死去した。去年84。w ウィキメディアコモンズには、大川美術館に関するカテゴリーがあります。大川栄治が40年をかけて収集した。 作品約6,500点を収蔵。既存の美術史にとらわれず、松本俊介、野田秀夫の作品を中心に、二人と交友のあった画家、もしくは影響を受けた、あるいは影響を与えたと考えられる画家たちの作品を収集、展示。大川独自の企画による企画展も多数開催した。ありがとうございます。